アメリカニュージャージー州アトランティックシティトランププラザです。 WBC アメリカ大陸ヘビー級選手権の12回戦です。チャンピオンイベンダーホリフィールド対挑戦者シーマス・マグドナー。この人がイベンダー・ホリフィールドチャンピオンです。そして挑戦者のシーマス・マグドナー。シーマス・マグドナー WBA10 位 WBC12 位19勝して1敗1分け、うち 14KO という戦績であります。そして WBA アメリカ大陸ヘビー級チャンピオン、 WBA、WBC ともにトップコンテンダー1位であります、イベンダー・ホリフィールド。この一戦おなじみファイティング原田さんとともに、見てまいりたいと思います。原田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこのマグドナー、そしてホリフィールド、両選手の表情をご覧になっていかがですか。そうですね、はい、マグナはやっぱりもう少しですね、そのタイトル挑戦するならですね、もう少し絞ってもらいたいなという感じを受けますね、この体のところね。そうですか、まあその、ホリフィールドの方なんですが、この人9月に、噂されております、あの世界チャンピオンタイソンを破りました、新チャンピオンのジェームスバスターダグラスに挑戦する世界ヘビー級タイトルマッチ、その前哨戦的意味合いもあります。今第1ラウンドのゴングが鳴りました。ホリフィールド世界への階段前哨戦であります。もう挑戦者も果敢に攻めますが、これはスリップ、これはスリップです。画面左、白いトランクス、23勝無敗 19KO のイベンダー・ホリフィールド、そしてグリーンのトランクスをつけました。画面右側、ボディを放っていきましたマグドナーであります。第1ラウンドの立ち上がりどうでしょうか。ホリフィールドは187センチ、95キロ、27歳です。ややホリフィールドの方が長身です。立ち上がり、ちょっと今動きを見て原田さん、いかがですか。そうですね、ホリフィールドはそうですね、ジャブがいいですからね、はい、マイペースじゃないんですか。そのホリフィールドのジャブをかいくぐりまして、どう懐に飛び込みますかマグドナー。おそらくこの挑戦者のマグドナーはもう12回やろうと思ってないんじゃないですか、はい、早い回で決めようという感じでなんですかね。まあ、ホリフィールドとしましては、原田さん、これ、はい、ダウン左ですね、左、はい、ダウンであります。第1ラウンド早くもダウンを奪いました、マグドナーダウン、まともに入った感じじゃないですね、これね、はい、まあ、今の左に象徴されますように、今日はこの秋に噂されますダグラス戦を前に、ホリフィールドとしてはスカッと勝ちたいところでしょうね。まあそうですね、これはスリップです。やはりその前哨戦みたいな感じですからね、もちろんこれ KO で勝って、はい、次に挑戦をということはね、入ってると思いますよ。そうでしょうね、まあ、本来この6月16日ラスベガスでタイソンの再起戦が行われますが、あのドームでタイソンがダグラスに順当に勝っておれば、今頃世界戦がね、このホリフィールド行われたわけですからね、タイソンね、非常に楽しみにいい試合になると思いますけどね、はい、この待たされる原田さん、心境ってのはホリフィールドどうなったんでしょう。いやー、もう嫌なもんでしょうね、やっぱりでもね、はいはい、その鬱憤を晴らすかのように積極的に攻めております。チャンピオンの第1ラウンドから積極的に攻めるホリフィールド、イベンダーホリフィールドがあります。リーチがあります。パンチも結構原田さん多彩ですね、非常にもうこうなったらもうホリフィールドのペースですよね、はい、第1ラウンドからやや一方的な展開になっております。ただちょっと右のフック、マグドナー2回目のダウン、6-7効いてますか。そうですね、今までの、ね、はい、2回のダウンはねさほどじゃないと思うんですよ、頭の込み気味が打たれるんじゃないかという感じですね、まともな方じゃないと思いますよ、はい、さあもう一度ダウンを奪うことができるか。ホリフィールド攻める、第1ラウンドのホリフィールド、残り時間がほとんどありません。これ第1ラウンド終了です。
第1ラウンドホリフィールド、このマクドナーから2回のダウンを奪いました。原田さんの採点、このラウンド10対、そうですね、8ですね、8がつきましたか。このマクドナーからホリフィールドが2回のダウンを奪っております。シーマス・マクドナーです。さあ1回目のダウンシーンです。1ラウンド1分10秒あたり、いかがですか。この辺の辺ですね、右ちょっと見えないですね、はい。そしてこちらが2回目のダウン、これは頭カウンターみたいですね、ちょっと下がってね、非常にそうですね、これ顎に当たったらもう起きてこないと思いますね、はい。このホリフィールドはこの今映っておりますマクドナーとの試合が6ヶ月ぶりなんですけれども、このブランクといいますかね、そういうのは感じないみたいですね、はい、そうですか、非常に落ち着いて戦ってると思いますね、はい、はい。やはりそのホリフィールド、はい、素晴らしい、やっぱりホリフィールドの体をしてますから ね、そうですね、やっぱりトレーニングだけは一生懸命やってると思いますからね、はい、さほど試合でもそんな心配ないんじゃないですか。それから当初タイソンからこの相手が目標がダグラスに変わったんですが、こう相手が変わることというのはボクさんとどうなんでしょうか、ホリフィールド、ね、やっぱり僕はタイソンよりそのダグラスの方がいいんじゃないかと思いますね。と言いますと、やっぱり相手としてはタイソンは嫌ですと思いますよ。パンチもあるし入ったんですからね、はい、どっちかっていうとホリーフィールドと同じようなタイプですね、ダグラスの、それからホリフィールドが見た場合には僕はタイソンよりダグラスの方がいいと思いますね。さあ第2ラウンド、すっかりこのペースをつかんだという感じのホリフィールドです。第1ラウンド2回のダウンを奪いました。左のこのジャブ、非常にいいですね、ストライドのジャブっていうか、ストレートですね、もうね、はい、ビシッと押し込んでしまいますね、ダグラスも左ジャブ右のストレートが強い選手でした。素晴らしいもんですね、だから、タイソンをそんなに入れませんでした、そうですね、比べてどうですか。でもタイソンもですね、僕はベストのタイソンじゃないと思いますからね、ベストのタイソンだったらこういう風にですね、もういきなりやっぱり右フック出るんじゃないと思いますけどね。ああそうですか、はい、そのダグラス戦の後タイソンと戦うことになるかもしれません。その可能性も十分あります。このイベンダーホリフィールド、何しろ究極のチャレンジャーとも言われております。このホリフィールドです。左の交換、最高いい左ですね、はい、やっぱり左は世界を制圧するように決まっていますから、そうですね、はい、非常にいいジャブ打ってますね。これマクドナーとしてはどう反撃していったらいいでしょうか。やはりあれですね、ウィーブンしながらですね、はい、どっちかというとフリードジャブ打った時に下がりますから右フック、そこを右フックを合わせてですね、はい、右フック打つと面白いと思いますね。背中イベンダーホリフィールドがあります。体つき見ましてもガッシリしてますね、原田さん、そうですね、はい、よくやっぱり筋肉でよく一生懸命トレーニングやってきた証拠ですね、はい。左のジャブダブルで打ちました。左フックを返すマクドナー、この辺はもう無理をしない感じですね、はい、チャンスがあればということですね。パンチの的確性ということはどうですか。やっぱり左でよく効いてますよ、はい、はい、既に前進します。ワンツーホリフィール、今のワンツーから左を返すとね、はい、面白いですね。前入れていくホリフィールドですけども、世界チャンピオンのダグラスの、はい、タイソンを翻弄した足、あれと比べてどうでしょうかね。非常に軽快な2つ持ってますけどもね、はい、やはり相手によって違いますからね、またこれもね、はい、右強烈な右です。そして左のフォロー、ベンダーフリフィールド、左、これ第2ラウンド終了です。第2ラウンドもこのマクドナーを打ちまくりました、イベンダーホリフィールド。ラウンドの終盤打ち返したこのマクドナーでありますが、有効なポイントにはなっておりません。このラウンドも原田さん、はい、10対9ですか、ですか、ホリフィールドが取っております。右目がだいぶ腫れてまいりました。マクドナー、アイルランド出身、現在大学生ボクサーだということです。やはりこれは、はい、このホリフィールドのパンチが的確に当たっているということなんでしょうね。そうですね、どうしてますか、ホリフィールドが大きいですからね、チュロスようなパンチがやっぱり顔面当たってますね、はい。1984年ロサンゼルスオリンピックのライトヘビー級銅メダルのホリフィールド、プロ転向しまして86年に WBA 世界ジュニアヘビー級チャンピオン、88年にクルーザー級を統一しまして、その後ヘビー級に転向しました。マイケル・ドークスを倒してアメリカ大陸チャンピオン、
そして昨年の7月ですが WBA、WBC2 位のアディルソン・ロドリゲスを2ラウンド KO いたしました。そして11月 WBA2 位のアレックス・スチュワート、無敗を誇りますスチュワートに8ラウンド KO 勝ち、以後6ヶ月ぶりの試合であります。画面向こうイベンダーホリフィールド、第1ラウンドで2回のダウンを奪いました。第2ラウンドも攻勢を持っています。左から右イベンダーホリフィールド、投げ手をかわす、マクドナーはかわせません。現在ヘビー級転向も5連勝というイベンダーホリフィールド、画面左23連勝中であります。あっと、これはスリップ、これはスリップです。相手もよく見えているようですね。そうですね、よく見えてますね、はい、今のバックセットなんかよく見てますね。非常に楽に戦ってないですか。長身のホリフィールド、左のジャブがビシビシと決まっています。右の目の腫れをご覧ください。マクドナーかなり腫れています。また決まりました、左のダブル。まあしかし先ほどもちょっと触れましたけど、ダグラスと、まあ、秋にこの世界アイドルに挑戦するホリフィールド、そういう噂が出ておりますが、このダグラスと試合をするようになった場合、ダグラスの方が身長で6センチほど上回ってるんですよね。そうですね、やはり先ほど言いましたように言ってましたように、そのホリフィールドのボディですね、はい、ホリフィールドのボディになりたいと、それはもう的確じゃないですかね、はい、やはり背の大きい人には、はい、やはりボディから攻めた方がいいですけどね。原田さんも相手はね、大きい人ばっかりにこう果敢に向かっていった、そういうファイトでしたけども、そういう人に返してもやっぱりジャブっていうのは必要ですね。そうですね、はい、ああ今左のフック、これは空振りであります。今の腹、うん、ボディが有効です。イベンダーホリフィールド抱えてますね、あれからストレートから左フックなんていうのはいいんですけどね。クルーザー級からこう上がってきただけに、この体力的なものっていうのがよく言われてたんですけれども、その辺はもう心配ないですか。徐々に上がってきてそれになりますからね、慣れますから大丈夫だと思います。それはないと思いますね。あ、そうですか。だから僕らなんかもフライ級からバンタム上がった時には、はい、バンタム級の選手とやってると大きいですからね、慣れるまでは大変だと思いますけども、はい、そういう面ではもうホリフィールドもヘビー級の体になってきましたから、だんだん、ね、はい、大丈夫だと思いますね。特に左強烈です。この左で昨年の7月ロドリゲスを2ラウンド KO に破ったんです。そうですね、だからそういう相手も敬遠してましたからね、もう実績もできてますからね。はい、あ、右左一方的な試合になりました。右ホリフィールド相手を返す、そうですね、マクドナガードを固める。マクドナでももう顔面はかなり腫れ上がっております。前進するホリフィールド、すでにこの左が止まりません。ディフェンスも立派なものですね。そうですね、はい、必ずもう打った時には右の、もう上げてますから、このところまでね、はい、はい、左打った時にはやっぱり鉄則ですから、ちょっと左に下がるかなっていう感じですけども、いや攻めてる時はしょうがないと思いますね。先ほど見せました左のフックが果たしてダグラス・タイソンに通用するでありましょうか。イベンダー・ホリフィールド、そのホリフィールドの表情です。どうでしょうか、まだあまり打たれてませんね。あ、そうですね、打たれてはないと思いますね、はい、タイソン対ダグラスの試合、東京ドーム、あの時にも日本に来てその試合を見ておりました、視察しておりました。このイベンダーホリフィールドです。日本にもあの東京ドームは素晴らしい会場だといい印象を持っております。日本でも見たいですね。いや、見たいですね、本当ですね、はい。今度は別の角度からです。このホリフィールドの素晴らしいところというのは原田さんどこになりますか。ですね、僕はね、はい、まだ出てないんですけど、そのコンビネーションですね、右ストレート打ってから左アッパー左フックですね、はい、このコンビネーションブロックが当たった時は最高のものだと思いますね。あ、はい、ね、さあ第4ラウンドに進みました。イベンダーホリフィールド、やはりそれからその左ですよね、はい、ジャブがやっぱり素晴らしいと思いますよ、はい、左を軽く伸ばしていく。まだマクドナー手が出ません。じわじわっとプレッシャーをかけていきます。フェイントを入れて左右右のダブル左、マクドナー交代する、ボディブロー右へ上返した、右左いや最後は得意な左フックダウン、マクドナーダウンであります。第1ラウンドに続いて第4ラウンド、またしてもダウン、スタート出るか立てるか、これは難しい、ダメです、ダメですね、ダメです、はい、イベンダーホリフィールド、これで6連続 KO 勝ち、戦績を24連勝無敗と伸ばしております。いやー、皆さん
最後の、ね左フックはすごいですね。やはり顎の先端ですからね、あれもやっぱりあの左が生きてきたんで、右のストレート返しですね、こんなね、あのさっき原田さんが言われました、ね、あのコンビネーション、はい、この素晴らしいコンビネーションありますね、倒すときはね、あの左フックが、あの連打が、この秋にダグラス、そしてまたタイソンに決まった場合、どうでしょうかね、原田さん、そうですね、非常に楽しみですね、面白いと思いますよ。